はい。はい、じゃあ、最近の運転料理エピソードあるえ、この間運転エピソードって何話しましたっけあー、はい、そうや、そうや、そうや、それやあ。私が運転してたわけじゃないんですけど、あのー、車に乗ってた時の話なんですけど、私が朝、駅まで送ってもらう時に、すごい朝早かったんで、私も眠かったんで、携帯にこういじりながら、ママが運転する車の横に乗ってたんですよ。うん、そしたら、 いきなり急ブレーキしたから、もう何と思って危ないと思ってパッて見たら、あの自転車がね、イヤホンつけたまま横断してきたんですよ、道を。危ないじゃないですか。うんうん、で、それにママが気づいて急ブレーキ踏んで、ぶ、うんな,なーみたいな感じだったんですよ。でも、な危ないなって言ってたら、なんか、あの、そのまま赤信号だったんで、ちょっと止まってたんですね、うんうん、車がね。 で、もう、自転車は、もうパーって行っちゃうわけじゃないですか。<う>でも、その行っちゃうときに、ママが多分、ふつふつと、イライラが、多分、あの、込み上げてきたんでしょうね。<laughs> もう、めっちゃ込み上げてきたんですよ。私知らないですよ。横で携帯触ってるから。バーって込み上げてきたのか分かんないんですけど、バーって窓開けて、めっちゃ大声で、イヤホン外さんかーって叫んだんですよ。<laughs> でも、その子、イヤホンつけてるから、全く聞こえてないんで、ピューってこう、行っちゃったんですね。 で、その前から来てた、あの部活動かなうん、うん、朝の部活動行く男の子だけがすごいビビってたっていうね。<laughs> う私も私で横でふってこう鼻で笑っちゃって。いやいや、イヤホンつけてるから全然聞こえてない,ないイヤホンつけてるから急ブレーキかけることになったのに<笑><笑>で。全く聞こえてないでって言ったら、ママもなんかもうイライラが多分ちょっとわおかしくなっちゃう、うん。笑いに変わっちゃって。いや、ママも何言っとんやろうなみたいな。もう行きながらその話で爆笑してましたけど。 そうなんです。<laughs> 言う言葉間違えたわ、クソみたいな。これ、じわるやつやねん、なんか。じわじわ来ません、これ。私、すごいじわじわ笑っちゃったんですよ。あてっぺんのラジオが終わる頃は寝る前に、もう一回思い出して。うんうん、いや、笑っちゃうよ、うん、これは。見上けてから寝ますよ、みんな。いや、確かに、あの、なんかもっとね、あの、うん、なんて言うんですか。危ないやろとか言ったら、わかるんですけど。<laughs> いや、それも聞こえへんからな、<laughs> イヤホンはずさんかはちょっとね、一番悔しいことですけど。<laughs> あい。はい